土崎新名社祭の引山行事は、秋田県秋田市土崎港地区に所在する土崎新名社の霊祭で、18世紀から続いている祭典行事。国の重要無形民族文化財に指定されている。毎年7月20日の宵宮と21日の本祭りの2日間にわたって行われる。土崎新名社霊祭の俗な故障としては、港祭り。 土崎港引山祭りなどがある。なお、土崎地区以外の秋田市民であれば、単に土崎の祭りという呼び方をすることが多い。引山の本来の読みは、引山であるが、土崎では単に、山と読む。ただし、引山行事、引山祭りは、山行事、山祭りとは読まず、引山行事、引山祭りと読む。あるいは、出しと書いて、山と呼ぶこともある。 引山は、土崎新名社の氏子の町内として、放参会に加盟する、各町内ごとに組み立てられ、奉納される。平成期に入ってからは、毎年20代前後の数が奉納されており、かつてより大幅に増えている。7月20日、土崎新名社参拝のため、引山が鳥居をくぐって境内に入る、土崎新名社の例祭は7月1日の、 清払いの儀式に始まる一連の行事で、引山行事はその終盤の礼祭にあたる。7月22日の昇神祭にて一連の神事の儀式を終える。各町内では会所が設けられ、15日の当前町の大会所開きを皮切りに、各町内の会所開きの神事が行われる。その神事では引山に神様の降臨を招き、役よきを祈願する。 引山行事の一日目である20日は、宵宮と呼ばれる。この日は、まずは自分の町内を練り歩くことが必須とされ、これによって町内の災いを払うものとされている。また、当日中には、引山が土崎新名社に立ち寄って参拝を行い、町内によっては演芸も奉納する。さらに、平成時代の二千六年に土崎駅前の道路拡張工事に伴い、 新名社の祭り館、本殿の建て直しが行われた。神社改修工事の結果、鳥居のかさ上げもしたため、引山が鳥居をくぐって境内に乗り入れることが可能となった。この引山の境内参拝の運行は、豪車参りと名付けられた。豪車参りは、昼食休憩の時間帯に合わせて行う町内が、比較的多いため、その時間であれば、土崎駅から出て、 すぐに複数台の引き山を目にすることができる。宵い宮と二十一日午前の引き子には子供が多く、また演奏される林はテンポの速い寄せ台子である。引き山は皇帝の所々で停止して子供の和踊りや舞い方の演舞などの演芸が行われる。二0日の夕方以降に本町通りの夜店に出かけるのは子供や若者にとって楽しみの一つである。近年では 観光客が引山を引く体験ができる催しも行われることが多い。これは、触れ合い引山として、港振興会が主催しているもので、協賛する町内が一旦会所に収まった引山を観光客向けに運行するものである。秋田銀行土崎支店付近で行われ、参加無料。7月21日昼、おみこしの巡行みゆき引山引子の若者たちが綱を、 道路の端から端まで荒々しく降りながら引いている。21日は霊祭と呼ばれる。午前中、すべての引き山は土崎の南端である国母町のお旅所に向かい、昼前までに集結する。引子たちは午後の部に備えて腹ごしらえをする。ここで土崎中の役をお払いしたおみこし、ご神体を迎える。アマテラス大臣を祀る土崎神明社のおみこしの 先導は、面をつけた猿田彦が務める。午後にはご神よが、土崎北端の総前町のお旅所に向かう。と、前町から選ばれた、上下に身を包んだ名士たちが乗ったハイヤーも、列をなして追随する。昼12時30分頃に上がる、のろしを合図に、第一号車である総前町の引山から順に、本町通りをまっすぐ北に進んで、総前町へ向かう。これを、 三行引山きあるいはおくり引きと呼ぶ。三行引山きの時引山きの向きは、武者人形がある方が前、林がいる方が後ろである。演奏される林は、主に、港林である。多くの町内では、引き子は、中学生以上である。引き方は綱を進行方向に、まっすぐ引くだけでなく、横方向にも綱を振るなどする。時折引山きを停止させたまま、 素直ただ横に振るだけという遊びさえも見られる。みゆき引きでは、宵いやよりも、頻繁に引きを止めて、演芸を行う。双前町のおたび所で新事が取り行われ、新事的意味合いの引きを割終わる。引きが双前町に到着すると、引き子たちは、夜のクライマックスに向けて、腹ごしらえをし、アルコールも入れる。7月21日夜、戻り引きが、 土崎の北端から各町内へ向けて出発する直前の様子。赤い角道路が灯された引山が列になっている。夜8時の,のろしを合図に、号車番号が大きい引山から順次、自分の町内への木途に着く。それが戻り引山と呼ばれる、この引山行事の一番の見物である。戻り引山の時は、やぐ前、武者人形がある方が後ろである。 前方の角道路が点灯され、その赤い色が夜の闇の中に幻想的に浮かび上がる。後方の武者人形は、提灯の明かりで照らされる。戻り引山戻り、引山の時に演奏される林は、あや武士である。引き方は、みゆき引山の時にも増して激しく、引子たちが出す掛け声も荒々しい。また、時折、相当のスピードで、引山が走ることもある。 戻り引き山では、引き子が体のどこにも技を作らずに済ますことは不可能と言われる。各引き山には10人程度の警護役がついているが、それでも引き子だけでなく、見物客も怪我や事故のないように、自ら十分な注意を払わなければならない。死亡事故は非常に珍しいものの、1988年、祭り見物をしていた地元の中学生が、 引山と電柱の間に挟まれて死亡している。時々、引山を止めて、引子らが自ら、土崎盆踊りを踊る。なお、20日21日の両日は、秋田市土崎地区で、交通規制が敷かれているが、深夜12時には、規制が解除されるので、その時刻までには引山を通りから退去させなければ、ならない。しかしながら、交通規制区域を抜けると、拡張内によって、 進路や距離の違いもあり、最終的に町内に、引山が到着するのは明け方という町内もある。なお、戻り引山において、交通規制区域外を運行する引山には、警察官が同行する場合がある。祭りが終わった翌日の22日、引山は早々に解体される。引山を作り、引き、解体するという一連の流れが引山であり、 解体は大切な作業とされている。各町内での神事としては、会所開きに始まって、引山に飾られた札と会所の祭壇に置かれた、御手倉と御札を、委員長や役員の自宅に納める札納めで一連の神事を、終える。7月終わりから8月初めに行われる、笠納めと呼ばれる祭りの反省会を締めとする、町内も多い。矢倉を横から見た、図。 見返しの人形台車はケヤキ等の材料で枠組みされ、外枠の横に照明が彫り込まれていて、化粧板、または前後に雲状の模様が施されていることから、雲板と呼ばれている。木製の車軸に組み木された木製の車輪。回転を補助するために軽油に、サラダ油やひまし油、天ぷら油等を混ぜたものを注ぐ。その結果、独特のキシム音と匂いを発する。 これも引山の特徴の一つである。引山は、武者人形の乗る合戦場面の人形側と岩の、後ろに組んだ矢倉側のどちらにも引くための綱を出せるようにしてあるが、新名車に参拝に向かう時には、人形側を前にするという決まりがあり、新名車に向かう方を優先するという決め事から、人形側を前方としている。台車の中央部後ろよりに黒毛面で木組みを覆った。 男岩と女岩を廃し、その中央からは滝を流す。そのために、場面の前方には波しぶきを排することが多い。人形が乗るステージをザルと呼び、そこには人形や飾り付けの他に、下記の縦長の札が取り付けられる。また、町内によっては、合戦の場面を解説する文章が書かれた、縦長ではない解説札を載せるところもある。 人形は勇壮な武者人形で通常引き山1台に月2から3体が設置され、港州の魂の現れとして、合戦の場面や歴史的な場面を表現する。裸人形、鎧を着た武者人形が多く、また化け物や獣の人形も用いられる場合がある。その中でも裸人形は人形師のメンテナンスが大変なため、高級とされる。 古くは組み立てには、すべて縄を使用していたので、掛けしと呼ばれる組み立て専門職人もいたが、昨今の事情で、釘やネジ、番線、結束具も使用するようになり、自長内で組み立てるようになった。ザルの周りには、山杖を廃し、杖を刺す部分と岩の中には柳を使用し、ごつごつ感を出す。その杖と柳も、独特の匂いを発する。岩の中央には、杉の枝。 両側には松の枝という配置をすることが多い。引山の後部には箱型の櫓が組まれ、そこに太鼓が設置される。櫓を囲むように赤を基調とした角道路が設置され、その枠の中に林の奏者たちが乗る。櫓の上には時々を風刺する75条の文が書かれた見返し札が乗り、隣に風刺人形としておとぼけ人形を乗せる。 なお、祭りに先立って、見返しの分を競う、見返しコンクールが行われ、最優秀一町内、優秀二町内には、受賞したことを表す札が与えられる。その札をもらった町内は、見返し札の横に設置する。引山の高さは、現在では、電線やケーブルにかからないよう、4.7メートル以内という、規定を設けているが、 通常は岩の高さ5メートルを基準に組み立てられ、町内によって通過する場所が違うのでできるだけ高くするために岩組の頂上を可動式にしている町内もある。幅も岩組の最大金で3メートル以内から4メートル近いところもあるが、細い工事を通るかどうかで町内によって大きさは様々である。太鼓横笛三味線すり少々小学期の構成は以下の通りである。 奏者は、各一名である。このうち、章子と三味線の奏者、伝承者は少ないため、大部分の引山では太鼓、笛、すり金のみを演奏する。大外の奏者は太鼓、笛、すり金の三つを演奏でき、櫓の中では、奏者のローテーションが行われる。交代は林を止めずに行われ、それは太鼓も、例外ではない。引山行事で演奏される林は、 港林と呼ばれ、その曲目は次の5曲である。笛が奏でる戦律は英,英単調である。ここで表記としてであることに注意されたい。港林は、花輪林、角野立のお祭りの小山林とともに、秋田県三大林の一つとして数えられる。佐竹市が秋田に移る前に収めていた茨城県、日立大田市の天神林には、 寄世太鼓と似ている部分があるため、佐竹氏と共に秋田へ移り住んだ人たちの芸能文化が秋田の芸能と結びついて港林が生まれたとの説がある。また、寄世太鼓のリズム、笛の旋律は同じ秋田市の祭りである関東祭りと同一であるが関東の太鼓は大太鼓だけである。カー林氏は1889年、 藍染めに行った村が土崎に加わったした時に作られた林である。曲の前半が藍染めにあった林、後半が港林という構成になっている。港県林とか藍林は一時廃れたが、1956年に復元、復活された。昔は丹前林や浴衣林という曲もあったが、明治後期か大正の頃から演奏されなくなった。 港林は、戦前は、家元制度、世襲で受け継がれたが、戦後は、港和会、小洗会、渋木き会、若葉会から構成される、土崎港林保存会によって伝承されている。また、朝日町お肉より結成した、町内林の朝日大鳥会も、お囃子をやっている。西洋音楽と同様の御千歩での財布も、試みられている。音源としては、 音楽 CD として1997年に発売され、2013年現在も販売されている。演芸を披露する女性たち引き山は、校庭途中の各所で泊まり、踊りが披露される。子供のは踊りもある。これらの踊りのことを演芸と称する。曲目は民謡、演歌、流行りの歌等々であり、テープや CD を用いる場合が多い。中でも、秋田温度は、 全町内で採用されているスタンダードナンバーである。テープや CD を持ちずに、林方と歌い手で生演奏する町内もある。振り付けは全町内とも似ているが、町内ごとに工夫している部分もある。その発祥は、一説には若い武士が充実の型を踊りにしたものに、さらに髪型の旅役者が歌舞伎の六方の表現を加えたものとされる。亀茶が名人として知られ、 その弟で、やはり名人の福茶が1915年から土崎港に広めたとされる。古くは男踊りと呼ばれ、女性が男性の服装をして踊ることが多かったという。戻り、引山の時は、簡単な振り付けの土崎本踊りが踊られ、酒が入った引子が自ら参加することが多い。どの町内でも林方が生演奏する。その太鼓は、どんどこどっけ。 どんどこどっけ、どんどこどっけ、どん、というノリの良いリズムである。四拍子の楽譜に書けば、たった三小節単位のリズムを何度も繰り返す、シンプルなパターンであり、踊りも同じ繰り返しである。土崎新名社の拝殿土崎の歴史は、土崎港の歴史を参照。1602年、佐竹氏が港城入部、その2年後、久保田城に移転。この際、 武士官僚、自社、住民等も、土崎から、久保田城下へ移転し、土崎の人口は一旦減少し、経済活動をする町人が残る。北前船などの西回り航路の開拓で、貿易港として復興したことをきっかけに、港の鎮守神を作ろうと、当時、久保田藩の御用商人として、土崎の地に来ていた、川口宗次郎の川口家の氏神の神明堂を、 港上跡地に土崎新名社として1620年に建造した。1625年、港に下ってくる船乗りたちがみこしを寄進し、この年の祭礼でみこし信仰。1704年、往来の船乗りがみこしを寄進。1705年、大祭典とみこし信仰をもって、旧暦の毎年6月20日21日を礼祭とする。これが、 祭りの始まりと考えられている。1789年に、久保田藩の江戸藩邸御用商人であった、津村千巻庵が執筆したとされる、雪の降る道には、40もの出しが引かれている様子が書かれている。1856年の記録では、引山、桶山、炭山、子供、炭山などがあり、饅頭菓子等が振る舞われたとある。明治期に入る前後には町内ごとに、 引山の高さを競うようになり、7から8畳、あるいは13から14畳の引山が登場した。引山が倒れないように、横の工事から綱を張って支えた。この頃、引子は一町内に200名以上もいた。1878年のイギリス人、イザベラ・ワードによる記録には、50フィート近くとある。しかし、電気の普及に伴い、 電線が電柱同士を伝うように貼られてからは、引き山の高さは下げざるを得なくなった。現在は、戦術の通り通常5メートル程度の高さに、組み立てられている。明治時代に入り、例裁日は、新暦の7月20日21日となる。1878年、イギリス人、イザベラ・ワードが偶然旅行中に引き山を見て、現在とは違う姿を、外国人の目を通して描写している。 1881年、土崎新名社が剣社に昇格。1889年、林村の藍染に田村が合併。昭和初期の戻り、引山の様子について、杉田水子の芥川賞候補作品、北の港に、酒で千鳥足になり、足元もおぼつかない若私たちが出汁をぶつけ合ってとある。土崎新名社鎮座400年記念で披露された。 復元引山1946年、この年から豪車札が固定され、戻り、引山の追い越しが禁止される。1947年、後に土崎港林保存会を構成する保存会の一つとして、初の港和会が結成される。1960年、従来徒歩であった五神洋巡行が、年番町を熊なくと漁するためトラックに変更。 1972年、この年から毎年、土崎経済同友会が、港祭りのしおりを発行。1975年、昭和50年を記念し、戦後最多の20代の引山が奉納される。1980年、4つの保存会により、土崎港林保存会が結成される。1991年、防災法が成立。以降、 従来200から300もあった露店が大きく減らされる。1993年、秋田市の無形民族文化財に指定される。1994年、秋田県の無形民族文化財に指定される。1997年12月15日、日本の重要無形民族文化財に指定される。2006年、この年から1日目に引き山を境内に入れての参拝である。 豪舎参りが始まる。2010年9月12日、全国山、保湖屋台保存連合会総会土崎大会が開催され、10代の引山放納。その中、電線の撤去工事が完了した土崎新名社、土崎駅付近の道路で、高さ15メートルの復元引山が披露される。2013年、土崎新名社鎮座400年記念。 戦後最多台となる25台の引山が奉納されることに加え、高さ10メートルの復元引山が披露される。また、50年ぶりに、三越の徒歩巡行が行われる。2020年4月20日、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、土月新名社法3会はこの年の行事中止を決定した。土月の引山行事は、 日本の多くの祭礼行事と同様長らく女人禁制であった。明治時代に大乗官布告により女人禁制の禁止が布告されたにもかかわらず女性の参加が珍しくなくなったのはそれから100年程度経ってからである。日本の古代の神義信仰では女性禁忌はなくむしろ巫女など女性は高い位置に置かれていたが仏教観に起因して方向転換したと言われる。 引山のように移動せず、鑑賞用に設置されるだけの出しがあり、そのうち大型のものを桶山、小型のものを大山と呼ぶ。毎年飾られるわけではない。桶山の高さや幅は、引山よりもかなり大きく、武者人形の数も多い。なお、イオン土崎港店では、毎年祭りの時期になると、幅10メートル程度の大山を店舗入り口に設置して、スピーカーから林の音を流し、 お祭りムードを盛り上げるのに一役買っている。振り棒を務める男性引き山については、町内行事であり、各町内に一任されているため特に役職についての決まりはないが、統括を図るため委員長、副委員長、警護長、会計長は前もって等、前町で結成する総括に名前を登録することが決められている。役職の数、仕事内容については町内ごとに違う。 スタッフは、その役割名が書かれたタスキを、浴衣や、反転の上にかけている。また、町内によっては、うじこ総代、三余など、他の役職もある。土崎駅と駅前セリオン祭りのメインストリートは、本町通りである。JR 土崎駅で下車。土崎駅出口から、正面方向に直進、徒歩3分で左手に、土崎新名車。さらに、 徒歩3分の直進をすれば本町通りの土崎駅入口交差点。そこから左に少し歩くと、露店が多く、最も賑やかな地点。祭り当日は交通規制があり、周辺の道路も渋滞するため、車で本町通り近辺に直接アクセスすることは困難。遠方から車で向かう場合は、遠巻にホテルなどに駐車して、そこから徒歩、電車、バスなど、 ポートタワーセリオン付近から徒歩で国道7号線を渡って本町通りに向かっても10分程度である。なお、土崎港引山祭り総合本部、土崎港引山祭り実行委員会、秋田臨港警察署及び等、前町の連名で毎年配布される交通規制図ではセリオンの駐車場が案内されている。戦後に奉納された引山は以下の通りである。 出展としては、港祭りのしおり、港引山祭りのしおりの各号の2ページから記載の引山紹介を最優先で参考にし、さらに同志折りの第16号、第21号の図表も参考にした。上記のほか、合社版が与えられない企画用の引山として、1992年に元町商店会によって2台の引山が、1993年には、 ふれあい港カーニバル実行委員会によって昔の引山が出されている。また、2013年には土崎新名社鎮座400年を記念して復元引山が披露されている。各町内名の読みと由来については記事土崎港の旧町名の項を参照。ただし、江北町、鉄道社宅、南幕荒川、若松町の4町内は 1970年代以降に、新しく、土崎新名社法参会に加盟し引山を、奉納するようになった町内である。新三家の経緯の一例としては、南幕洗川のサイトが参考になる。なお、幕洗川という地名は、1968年の住居表示実施前は、秋田市土崎港時内字幕洗川と、秋田市寺内字幕洗川の2町名があり、 前者は幕洗川一1区、2区、3区として従来から祭りに参加していたが、後者のうち寺内幕洗川二2区が南幕洗川となり新たに参加に至ったものである。将軍屋という地名も、住居表示施行前は秋田市土崎港寺内屋座将軍屋と秋田市寺内屋座将軍屋の二つの大あざにまたがっており、 前者は、旧町名将軍屋1区から将軍屋5区までの5町内として、従来から土崎新名社のうじ子であり祭りにも参加している。これらはすべて現在の住居表示でも、町名、土崎港の中に入る。一方で、現在の住所表示名である、将軍屋は土崎港の東に隣接する別の地区であるが、そのほとんどは、旧。 秋田市寺内屋座将軍屋であり、これらは祭りには参加していない。もっぱら子供に引かせるための引き山を、子供引き山という。豪車版は付与されず、三雪引き山や戻り引き山にも参加しない。戦後、通常の引き山奉納の実績がない三倉町も、子供引き山は出したことがある。ありがとうございます。